はい、ってなわけで血便が1週間に2回出ちゃって、今ちょっとそれどころじゃないんだけど、あの最終クエストが出ましたよと。多分最終クエストこれ以上はないと思うんだよね。でこれ複数クエストの可能性があって、なんでかっていうと、これの前に出たクエストがこれなんだよ。でマップが極戦郷っていう新マップなんだけど、あのこれディアブロスとリオレースが最初2匹同時にいたんだよ。ってことはタマミツネとリオレースが一緒にしょっぱなからいるかもしれない。一応煙玉持っていこう。え、ちょっと待って、このゲーム煙玉ないんだ。初めて知ったわ。え、じゃあ同時だったらやべえぞ。これでもし同時だったらやべえじゃん。さあどうだ。あー、一匹だ。じゃあなお最終クエスト臭いな。最終クエストだと思ってこう動画を回してるんだけどさ、いやそれでもなんかもう一個ワンランクね上があるかもなーとか思ってたけど、いやいざこう、あーこれ最終クエストだなーって実感得るとちょっと寂しいの。まあ、まだわかんないけどね。なんか一応こうマガイマグドとかさ、いろいろ混ぜ込んだりして5匹ぐらいでね、ダブルクロスみたいにあるかもしれないからな。しかもアップでもまあ今回でね終わりかどうか確定してないからな。新モンスター追加とか書いてなかったからロードマップにね。もしかしたらもう新モンスターいないかもしれないけど、テラー、おー、うまい。これえっ、それちょっとうまくない。今泡使ったのよかったな。とっさの起点聞いたね。おい、はい、そい、完璧。柔らけえなこいつ。えずっとダウンするやん。でこれ多分ね HP が半分になってるみたいなことはないはず。この前に言ったレウスマガマガディアブロのクエが同じ HP だったから、多分こいつらもそのはず。ただこれはねめちゃくちゃうまくいってるから、なんか HP が低そうに見えるだけ。すごいうまくいってる。ミスというミスがマジでない。いや、うまい。ちょっと待ってくれ。どうした俺。おい、やばいって。覚醒してるわ、さすがに。だって最終クエストだもんね。そりゃ俺も覚醒するわ、さすがに。頼む。あー、それ当たんないんかい。オッケー、赤にして、統合。いけるかな。いやー無理だー。気分を害しました。とごうとするときに殴られると本当にあれだよね。一定なダメージ。まあ、玉見つれって普通に攻撃力えぐい高いんだよな、虫玉見つれね。で、怒りじゃ尻尾が柔らかいから、切れるときは尻尾を切る。あーかん、調子こいた。さっきのこでやろうとしちゃった。これどうだ。ジャストじゃん。ジャストじゃなかった。ダウン取れないか。まだか。あかん。最悪。自分から突っ込んでもだ。いやこれね、鬼火当てようと思ったけど、あれがなかったわ。かけるしかないか。え、もう終わったんだけど。あれ HP 減ってる。 HP 減ってるのか、 HP 減ってるのか、俺が覚醒してるだけなのか、どっちだ。4分、まあでもなんかあれな気するわ。減ってる気がする。こんなに早く終わんなくない。なんか TS で見ると3分とかで、いやー終わったわ。3分とかで終わってんの見たことあるけど、俺がこんな早く枯れることあるか。ボボボボボ、僕ごときが。おお、来た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 。こうやって登場するんだ。まあ、これ以外、これ以外の登場方法ないか。こっちの普通の方向はね、もちろんできるんだけど。怒り地の方向が難しいんだよな。いいね、俺乗ってるね。ぶつけ。これは普通に、先行玉。え、嘘、今の当たんないか。いやーダメか。ワン、ツー。いやーこれわかんな。
ヤイバットならまだしも見切りもできないのはちょっとまずいね。よし、ここ行くっしょ。あ、麻痺で落ちたのかな。あ、どっちで落ちたか分かんない。キャンナイス。これ肉質見たら55だったわ。ヌシレウスの頭なんかあれだよね、もっと柔らかくない？怒り状態の時は65とかになるのかな。ダメージ変わってるかな。全然見とらんかったわ。オッケー、見切りならなんとかいけるな。大丈夫、大丈夫じゃない。こーでも水あるからな、ここすぐ消化。飛躍まだ使いたくないな。多分主人用画がね、まだ慣れもないしクソ強いと思うんだよ。だそこで飛躍2個使いたいよ。いや最悪、頭当たらなかったわ。いやこれ画面来るだろ。ダメか、これダウン。まだ取りたくないな。切れ味が青だからね。うそ、セーフ。これ解こう。いやディガたちは本当切れ味の管理楽だわ。ナズチたちあかん。防身剣までこないときつくない？俺だけかな。いやナズチたちあれだわ、なんか派生先追加されてたよ。砲玉使うナズチたちが多分あれがね一番強いんじゃないかな、現状アップデートだと。わかんないけどね。いやー先行、あ当たってるわ。これなんだろう、なんで落ちてこなかったんだろう。一応あれスーパーアーマーついてる的なやつなんかな。このブレスかっこいいわ。なんか普通の打ち方じゃないよね、バーじゃなくてドンみたいな感じやん。たまんないね。でちゃんとバフ忘れずに、おいおい、玉見せの時ほど殴れてないな。当たるだろ。よし、カブト割りが全然当てられてないわ。降りろ。いやー降りるなよそんな素直に。くっそ、ちょっとボコられ始めたね。あっ、あっこれいてまうかもしれん。あーダメー。え、あ逆に、よかった。もう俺の判断も動揺してるじゃん。最後まで言い切れないじゃん。あ弱った弱った。いやーダメか。ここや。完璧。怒ったばっかなのにすぐ怒り取れた。HP 3分の2ぐらいになってる説あるかもしれない。ほら弱ってからこんな早く死ぬことある？いやでも主3体いいね。個人的にはもう主5体ぐらいやってもいいんじゃないかなって思うけど、ダメかな。なんかダブルクロスのダブルクロスっていうクエストはディノバルド、ライゼクス、ガムート、タマミツネで最後にバルバルクみたいな5体クエストだった気がするんだよな。あれすごい難しかった記憶ある。このマップまだまだやれることあるよな。肉絵で終わらすにはもったいないよな。 BGM もかっこいいし、多分俺の声って全然聞こえてないけど。お来た来た。あへえ、そこの穴から来るんだ。これマップの設定はどうなんだなってんだろうね、生態系みたいなやつ。最近のガッポンはそのなんだろう、おこれ金雷光の技じゃん。世界観めっちゃ重視するからなんかありそう、ナルハタタ姫のエネルギーがどうたらこうたらみたいなね。ここだってあれでしょ、竜宮跡地の近くでしょ、景色的に。建物あるし、建物だけで判断するのはあれかもしれないけど、前足が硬い。やっぱこいつあれだわ、怒り時に前足柔らかくなるんだろうな。えな、あー最悪、これ何で転んでるか分からんな。そんなオーバーリアクションしてくれなくてもいいぞ。俺に接待は必要ない。なめるなよ俺を。
どれだけの修羅場をくぐってきたと思ってるんだ。いけるか。頭、いやこれ頭狙うのちょっとむずいな。怒れ、あ怒った怒った。解けるかな。ナイス、ちょっと方向を暗いさだったから危なかったわ。かっけーし強い。うわーつやっぱ主事情が強いわ。ラウンド2、いやティガレックスみたいだな。リスペクトしたんだろうなこいつ。やっぱ同じメインモンスターとして何かね憧れる部分が陣容外にもあったんだろうな。はい、ほいダメか。あぶね。お、あぶね、ちょっとまだ全然タイミング分かってない。いやは早すぎだろ。雷、タラリスら強いのにさ雷やられるが助長してるわ強さを。あかんて。いや最強の主だろうな、慣れてない関係なく強いと思うわ。くそー、回復ばっかさせられてんな。1回なんかこれ2回やってくるときあったんだよな。あれが何だったのか分かんねえんだよな。タイマンやってるときに2回やってきたよな確か。前足、いやーマジかよ。ぬしたまみつねのときにちょっといろいろ使い果たしたかもしれん。これなんだ、お願いやめて、優しくして。危ねえ、よかった女の子に生まれて。やっぱ優しくしてくれるんだよな周りが。やっぱだー、ダメかー、あかん来るぞ。一回もう一個いだ俺。え、つか後ろ足やらかっ。よし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 、ここで怒り削れるかだな。切れ味もなくなりそうだけど。いやいバット決めたいね。いやーそれぐらい決めなきゃダメだよ。ここだな。オッケー、まあ、前足やっぱ勝てえわ。前は前は口が回らんわ。この形態になったらもう絶対 HP の妥協は許されんな。お、これ陣容だったら背面飛びだったよね。そういえばこいつ背面飛びないんかな。これカブトアリの好きなのに俺何やってんのマジで。大概にせえよ。よし、くっそ、ひるまないんかい。あかん、一回一回だ。俺大技は一回なのかな。いや雷、ね、ああ弱った弱った。ただ絶対妥協せん。やばいやばいやばい。え、何これ、これ初めて見たわ。俺が一番の大技じゃないんだ。え、やばいやばい、こいつ待ってくれこいつさ、あ、これが2回だ。こいつ何個大技持ってんの。まあ俺もまだあと2回変身を残してるけどね俺も。よっしゃあ、やっぱ最終クエストだったか。寂しい。これモンハンストーリーズ2終わったらまたちょっとなんかね、イベクエで欲しいな。主5体欲しいわ。